かね、はい、はい、じゃあお願いします。おめでとう、こちら。はい、はい、じゃあまずですね、ちょっと街を見せていきたいなと思います。すごい、はい、こちらのニューヒムカっていう舞台なんですけど、スカーレットネクサス の、 世界はニューヒムカでその一番その栄えているスオー教という町ですね、はい、ここがユイトやカサネが所属する海討伐軍の本部となっております。はい、結構栄えてますね、うん、めちゃめちゃ雰囲気ですね、はい、そうなんですよ、ドローンがね、うん、結構飛んでるのが特徴ですね、うん、これをところどころに見える赤い線が張ってると思うんですけど、はい、これがですね、この世界の中のインフラのケーブルで、まあ、仮想のケーブルなんですけど、ここでですね、いろんな情報が流れていて、ここで暮らしている人たちにはですね、このいろんな情報がこの脳を通じて直接表示されていると、うん、ちょっと、ぐるっと見回してもらうと、なんかこうちょっと立ち入り禁止の看板とか、そうですね、あ、そういう情報の看板とかですね、はい、この辺のビジョンがね、うん、はい、特徴ですよね、そう、送られてくるという、はい、そういう世界なんですね、ここ近づくとね、はい、入っちゃダメっていう立ち入り禁止のビジョンが出ますね、うんうんうん、これが特徴ですね、うん、この、まあ、でっかいねタワーがあって、これ確か3000メートルかな、3000メートルありますね、はい、東京タワー風かと思ったらその10倍ぐらい大きい、ね、東京タワーの10倍ですね、はい、こんな風になってます、はい、こんな感じで、まあ、発達したこういう文明が発達したこう未来の世界で、街の中はですね、こういうふうにも皆さんね、平和に暮らしている街なんですけれども、うん、実はですね、これはですね、海討伐軍という組織によって、まあ、海から守られているからこそこういう世界が、うん、繰り広げられている、うん、めっちゃ守るって書いてある、はい、そうですね、これ海討伐軍の広報のキャラクターの嵐ですね、パーティーキャラクターの一員でもあります。すごいですね、このポスターもちょっとアニメーションするポスターなんですよ。そうですね、はい、これ嵐のファンですね。本当だ。どこの世界もね、こういう勧誘ものは可愛い女の子ですね。そうですね。これアイテムですね。はい、今お金拾いましたね。はい、あ、お金。あ、そうです。緑のふよふよ浮いてるのが街の中にいろいろ落ちてるアイテムだったり、お金だったり、こういうのを集めながら探索してもらえればと思います。そしてここちょっと街の中にちょっとこう。緑の憩いの場みたいなところがちょっとありますけど、はい、これスメラギ領って今書かれているんですけど、うん、この今操作しているキャラクター主人公ユイとスメラギというキャラクターで、うん、実はですね、このスメラギ領っていうのはですね、この世界を作った始祖と言われている、うん、祖先を祀られている、うん、役もスメラギというね、そのめっちゃ由緒正しい主人公と、そう、このキャラクターはですね、その由緒正しい正しすぎる感じのキャラクターということで、はい、なるほどね、ちょっと今までね、この先見せてなかったんで、せっかくだから今日初めてこの先見せようかなと思います、はい、実家って言われてますよ、コメント久々に実家に帰ってきた、はい、ロードも、はい、そこまで長くないです。あ、すごい、でかすぎるでしょ、はい、実家、はい、ここ神社となってますね、ユイト君の祖先が祀られている神社なんですけど、ちょっと観光地的な感じにもなってますね、はい、結構属性にも見れてる、もう商売しちゃってますね、そうですね、はい、こいつらのお布施は全部俺に入ってくるぜっていうでこれ注目ですね、あらこのバッキーちゃんっていうね、この世界 の、 そのマスコットキャラクターがビジョンとして投影されてるっていうところもね、ちょっと面白いですねこういうところも、なるほど、この奥に行くと、まあ役もスメラギが祀られているという形になってます、うん、祀られているところはそのなんか近代系のオブジェクトというか、そうですね、うん、はい、まあ、ちょっと現代的近代的な近未来 の、 その表現と少しその90年代 の、 その日本の形を残しているというところがその特徴となっているので、ちょっとミックスされたような外観になってますね、うんうん、いや、なんかちょっと歩いただけで、なんていうので印象としてはまさに東京タワーだったり、なんか新宿っぽい、うん、なんか西新宿っぽい雰囲気とか、なんか急こういう神社とかいろいろミックスされて、なんかギュギュッとまさに90年代日本風の感覚が入ってきますね。出て看板とか見せられます、町の方の中で、あ、はい、時間大丈夫かな、ちょっとだけ、そうなんです、町並みは今近代の町並みなんですけど、うん、結構ですね、看板的なものが、そこかしここに出てるんですけど、はい、これよく見てもらうとちょっとですねレトロな感じが入ってたりするんですよね。あ、すすきのっぽい表現合ってるかな。ほら交差点のね、日課のあれみたいな感じ、山寿司とか。はい、なんでそういったところもですね、この未来的な雰囲気とちょっと
レトロな雰囲気と、まあ、織り交ざったようなこういう感じの街の作りになってます。なんかでも実際未来ってこんなんかもってちょっと思っちゃうところあるよね、うんうん、建物が全部切り替わるわけじゃなくて、うんうんうん、やっぱりそういうね、ね、プラスアルファでこう乗っかるサイバーパンク感みたいなのは、なんか、ただドローンはねずっと飛んでるんですよね、いろいろドローンは間違いなくもうバンバン飛んでるんだね、未来ね。あれはいいドローンなんですよ、なんか街を守ろうみたいなドローン、街を守ったり、あとはそのちょっと監視したりとかそういう役割がありますね。はい、すみません、ちょっと、はい、待ちのパートじゃあちょっと以上となります。こちらアクションパートできました。はい、じゃあちょっとアクションパート見せていきます。あのここね、菊千葉という町ですね。はい、もともとあの周防橋の、ね、衛星統治の一つだったんですけど、ちょっと貝の襲撃で滅びてしまったっていう舞台ですね。ただあのこの日ね、ビジョンは残っちゃってるという、はい、そういう町となっております。はい、ちょっとゲームシステム紹介していきますね。基本的にはあの武器攻撃ですね。はい、武器攻撃は X ボタン、四角ボタンで攻撃できるのと、あとは Y ボタン、三角ボタンで殴れる、この2個があります。はい、あとはですね、もう1個その今白いアウトライン見えると思うんですけど、近づいたらそのこの白いアウトラインがあるオブジェクトを、はい、そうだ、 RT であるとはい、オブジェクトをその粘力で飛ばすことができます。あの真ん中のね、その紫のゲージがその念力を使うためのゲージなんですけど、まあ、これ使うと減っていきますね。一瞬赤くなってその分消費された感じなんですね。はい、でそれがその武器攻撃ね、これ当てると回復するので、うまくその武器とその念力をうまくそのマネジメントしながらあの戦ってほしいなと思います。その下の赤いバーはバイタルというかヒットポイントみたいな体力ですね。体力ですね。はい、はい、今回主人公2人いるんですけれども、2人ともですね、念力を使う超能力者なんですね。でただ扱う武器が違っていて、うん、まあ、この男性の主人公ユイトは、この剣、刀型の、はいはい、いただ斬撃の時にもですね、刀が一瞬手から離れたりして、まあ、いろんなこのコンボが動かすると思うので、ね、おお、なんか今すごいの来た。そうですね、ちょっともう始めちゃってます、うん、はい、この日 ね武器と、ね、念力のコンビネーションで戦うのが大きな特徴になってますね。お、今の回避はジャスト回避、なんかジャスト回避的なやつがあるんですね。スピード感ありますね。そうなんですよ。おお、今決まった感じ。基本はじゃあこの自分の攻撃と念力によってこうオブジェクトの援護射撃というか、っていうものでうまくコンボを作っていくような、そういった念力でコンボをつなげていくと、はいはい、これが基本 その武器と念力の戦いで、もう一つその軸となるあのシステムがですね、サス、うんうん、というその、人から超能力を借りるシステムがありますね、はい、これ今あの右下にね、あの4つあるんですけど、これをちょっと使っていきますね、はい、これ今使わずですね、あの花火というキャラクターの発火の超能力を借りていますね。こうなるとその攻撃の範囲がちょっと広がって、まあ、ちょっと攻撃の内容が変わるっていうような、こういう風に変わるんだ、はい、でこれその火に弱い敵と戦うときはその花火のこの発火を使うと、そのより有効に戦うことができますね。なるほど。あとはですね、このルカっていうキャラクターの瞬間移動ですね。すごくその これ今掛け合わせですか？掛け合わせることもできます。あの最初はその1個ずつしか使えないんですけど、スキルをそのアンロックすることでその同時に使うこともできるんですね。はい、この瞬間移動のエフェクトの音いいっすね。 ありがとうございます。結構そのあたりもこだわって、うん、作らせて、今ねコメントでもエフェクトいいなっていう、そうですね、そうなんですよ、結構皆さんエフェクト最高って、すごいね、エフェクトデザイナーすごくこだわって作ってくれてて、その結構その形になるまで時間かかったんですけど、あの僕らもすごく気に入ってます。すげえ面白そう、ね、いや、そして本当細かいとこだわりがあるな。わあ、いっぱい来た、いっぱい、はい、ちょっとねこれ硬質化使うとですね、あの攻撃を食らわなくなって安定して戦えますね。確かに硬そう、はい、あとねこれね、お、電柱ですね、はい、電柱強いですね。電柱強いです。あの街の中にあるそのオブジェクトをいろいろ活用して戦うことができるので、その、まあ、ロケーションによってそのオブジェク置いてあるオブジェクトが違うので、そのあたりもそのいろんなロケーションで楽しんでいただければなと思います。世界観的にはもう電柱に電気は走ってないから、あの抜き放題っていう感じですかね。ここはそうですね、はい、ここは、はい、ここはそう、さらに、まあ、ここの町はもう捨てられて今、ね、うん、無人ってなってるんで。あと敵のデザインね、これそうですよね、すげえ特殊。僕も最初開発中の見せてもらった時、敵のデザインを一瞬で見て好きになるというか、こう
なんていうの、生理的なこう、うん、来るものがあるじゃないですか、はい、そう今回やっぱり超能力者が相対する敵ということで、うん、まあ、もちろんそのちょっとあの物理の武器兵器とかは効かない敵になってるんですけど、うん、やっぱりそのちょっとなんか本当に生命体なのかどうかも怪しい、意思を持ってるのかどうかも怪しいっていう存在で、まあ、こいつらだったらさすがに超能力じゃないと倒せないだろうっていうところを意識して、こう異質な感じっていうのはね、作っています。ちょっとじゃあもう一つ別のシステムを紹介しますね。あのサスはね、あのあくまでのパッシブな超能力、でその一定時間超能力があのバフ効果としてつくんですけど、もう一個その直接ね技のように使うこともできます、ね、これコンビネーションビジョンって言うんですけど、そのキャラクターが一瞬変わってますね、はい、攻撃の中にこうやって組み込むことができますね。あの右下のサスゲージが消費するので、ちょっとそのサス通常のサスを使うのか、コンビネーションビジョンを使うのかっていうのは、その、まあ、プレイヤーがうまくマネジメントしていただければと思います。ちょっとこの辺りですね、あの仲間キャラクター入れますね。花火とつぐみです。はい、あのはい、同行キャラクターを選ぶことができますね。あの同行キャラクター その超能力使うと、今花火同行している状態で発火の超能力使うと、その効果時間が伸びたりとか、あとはその回復の速度ですねがその速くなったりしますね。あとまあせっかくだからアイテム、アイテムでね、サス補給水ってものを飲めばその一気に回復することもできますね。はい、じゃあちょっと行きますね。そうなんですよ、今回パーティーは3人でなってます。あの自分 あの主人公以外に2人キャラクターを連れてくるんです。ちゃんとそれぞれの超能力を使った攻撃をしてくれる。そうですね、もちろん攻撃をしてくれますし、先ほど紹介ありましたけど、サスの、効果時間とか、はいはい、メリットがかかるような感じ、メリットがあるので、そのよく使うそのロケーションに合わせてよく使う技がある場合は、そのキャラクター連れていくとより効果的な効率的に戦っていく。その仲間はなんか何キャラクターいるとか、そういう話はもう公開済み、もう結構公開されてますんで、じゃあそこはもういろいろな超能力を試していただければなと思いますね、はい、今の長めのカットインは何なんですか。あれはブレインクラッシュって言って、その、まあ、上手に戦うとその敵を一撃で倒すことができる技が発動しますね。ブレインクラッシュが出るとですね、ドロップアイテムが 100% 落とすので、そのゲットできるので、そのうまく戦ってその、まあ、素材を集めてその、まあ、あのいろんなアイテムをゲットするってこともできますね。これ、はい、これですね、はい、ちなみにうわ結構えぐめの、はい、今ねあのドライブモードってものを実は密かに発動してますね、うんうん、ちょっとフードがかぶって、あ本当だ、はい、かっこいいんですよ、ダークヒーローみたいで。これが発動するとですね、あの、まあ、移動速度とか攻撃速度とか、あと念力を扱う速度が速くなったりしますね。お本当だ、はい、なんか速い、すごく爽快に戦うことができます。これは時間があるんです。そうです、あの右下のドライブっていうところのゲージがその残り時間なんですけど、うん、あのバトル中はですね、あの減りが早いんですけど、非バトル時はゆっくりになるので、そのまあ、そのあたりはその勝手にその減っていくんだけど、 そんなにストレスにならないように工夫してます。確かに結構長くできそうなイメージ、うん、そうですね。ここじゃね、ちょっと僕お気に入りのポイントなんですよ。すごくそのストレス解消、どこまでも飛んでくる、ドーンって今あのあちょっと待ってくださいね、スキルをねちょっとゲットさせてみたいです。あツリーなんだ、すごいツリーがある、はい、スキルツリーですね。あの空中ステップできるようになりますとか、あとは空中ダッシュ攻撃できるようになりますとか、はいはい、こういうのも用意してますので、ね、どんどんアクションがどんどんスキルによって増えていったりするので、うん、バトルで使えるものがどんどん増えていくので、アクションの技ができるんですね、バリエーションが、うん、増えていく形になりますね。はい、こんな感じになってます。じゃあちょっとユイットのパートは以上とさせていただきますので、一、ね、はい、回画面閉じていただけますか。はい、はい、ちゃんと見せるのは初めてかもしれないですね、この場所、はい、なんだっけ、水羽川新都市開発特区という場所ですね、うん、はい、まあ、新たな都市を作る計画を立てられた場所なんですけど、ちょっと会の襲撃によって開発が頓挫している場所ですね、うん、このね工事現場ですよ、工事現場、ね、やっぱいろいろ動かせるものが
そうですね、そうです、工事現場といえばってところでその動かせるものってこれなんかなんかいろいろしてそうですよね、はい、曲もいいっすね、なんかそうなんで曲いいでしょう曲あとね、バトル中その各ロケーションで BGM ある人バトルになるとその曲調も変化するっていうのも一つ特徴なので、その曲もちょっと楽しんでほしいなと思います。カサネはですね、空中での戦いが得意ってところと、あとはちょっと飛び道具を使うので、その中距離攻撃、完全にクロスレンジで近づいて戦うよりかは少し離れて戦うのが得意なキャラクターですね。まあ、今プロジェクトビデオに出ましたね。この辺でたまにその仲間キャラクターの姿になって、その今アサルトビジョンっていうんですけど、そういう技が発動したりしますね。はい、ちょっとブルドーザー、お、ブルドーザーが、ブルドーザーだ、確かに即身ですね、うん、ね、ブルドーザーはそうですよね。あれ使うタイミング難しそうだね。ちゃんと敵に向かってってくれるの、ブルドーザー。もちろん、あの大丈夫な、はい、ちゃんと発動できれば、さっきの念力ゲージとか、あの貯める時間があるので、その時間妨害されずに発動できれば、やっぱフィールドフィールドで特徴的なそういうオブジェクト使いどころがあるやつも出てくるわけですね。そうですね、はい、まあ、こう開発スタッフもね、こうどういうものを念力で動かしたら面白いかっていうのをいろいろ出し合って、それをこう各フィールドで置いてるので、皆さんぜひね、こういろんなフィールドでこの念力を楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。これちょっとね、硬い外角を背負ってる敵なんですけど、そういう敵にはですね、あの複製の超能力が有効ですね。自分も分身するとオブジェクトの数が増えるので、一気に、はい、こんな風にね、あの外角を破壊することができますね。これなんか無機物的なデザインの敵もいるんですよね。無機物、なんか無機と有機も混ざった感じですね。メカだけじゃないし、動物も花もあったし、そうなんです、花もあるし、そう、金属もあるし、なんか、なんかね、ルールでいいよね、ちょっと人工物っぽいもの作られたものもあるしっていう感じで、はい、行きますね。怪異はどこから来たんですか、敵は。怪異はですね、これこの世界では空から降ってくる。空から降ってくる。そう、空からどこからと。空はなんかね、あの水と油混ぜたみたいになってるんですよ。あ、本当だ。そうですね、はい、これあの断熱の帯と呼ばれてますね。ここからあの怪異が降ってきますね。へー、はい、あのすごいいいとこ気づいてくれて嬉しいです。はい、ここもこだわって作らせていただいてます。ニラニラしてる。衣装を着替えますね。ですね、あの初回購入特典でしたっけの、そのジオラルシガレッツさんのそのコラボ衣装というか、その特徴を捉えた衣装ですね。はい、ちょっと着替えてきます。あとはアタッチメントなんかもね、つけれますね。これあのテイルズオブシリーズもあのアタッチメントよくありますけど、スカーレットネクサスも採用してます。衣装アタッチメント、ね、ドリームキャッチャー顔につけちゃうんですか。ドリームキャッチャー顔につけるんで、新しすぎますね。あとね、バッキーちゃん肩に乗っけたりもしますね。ちょっと他のキャラクターも、はい、もちろんキャラクターごとに、ね、衣装も変えられたりしますので、うん、本当に皆さん好きな形でカスタマイズしてもらえれば。サブキャラもみんなこれだけ変えられて、はい、そうなんです、同行してくれるキャラが。はい、どうですか、かけますか。本当だ、ちょっとね、パンツルックってところがすごくかっこいいな。本当だ、パンツですね、はい、サブリナパンツ、はい、そうなんです。この衣装はですね、あの早期購入特典で発表させていただく衣装なんですけど、あの今回のタイアップアーティストのジオラルシガレッツさん の, あのドリームインドライブの曲とタイアップさせていただいていて、まあ、本作のテーマソングにもなってるんですけれども、そちらのですね、あの MV のイメージと、コラボさせていただいて、オリジナルのデザインでこうデザインした衣装だったんです。ちょっとあの民族的な要素とか、この毛皮の要素とかっていうのが結構入ってるオリジナルの衣装になってます、うん、なるほど。それはもう予約するしかないっていう話ですね。はい、っていうふうに戦ってブレインクラッシュですね。これね、カットインね、ちょっとその出ると鬱陶しいなって人もいると思うので、そのオプションであのオフにできるような機能を今入れようとしているので、そのあたりもあのご安心ください。やだなって言ってる人がいるのをそのコメント見てます僕。良くないなと思うので、ちょっと修正しましょうってことをスタッフに相談して対応入れようとしています。ユーザーの声に耳を傾ける制作人です。そうですね、ちょっとそのあのブレインフィールドっていうシステムをちょっと紹介させてください。あの下位討伐軍のね、あの切り札のブレインフィールドってシステムあるんですけど、それ発動するとその
自分のその空間にその他の敵を巻き込んでそのやりたい放題になるシステムがあって、やりたい放題、あの念力使い放題になるんですけど、ちょっとそれを今から紹介しますね。でそのブレインフィールドというシステムにこの衣装が少しあの秘密が隠されているので、そのあたりちょっと説明させてください。うわなんかやばそうなのが、あそうだちょっと待ってください、あの何やばい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 何どうされました、どうされました、溜まってなかった、溜まってなかった、危ない危ない、そうだ発動します、これいけた、これです、はい、ブレインフィールドです、はい、痛そう、かっこよくないですか、すごい、これはい、この衣装だけの特別な仕様なんですけど、これちょっと曲をよく聴いてる、 BGM を実はですね、聞いたことあるよ、聞いたことある曲、はい、これ実はですね、この衣装を着てこのブレインフィールドを発動させた時に特別にこのタイアップ曲のドリームインドライブに BGM が変わるという仕様を、そうスペシャル仕様じゃないですか、あらそういうとここだわって作られますね、本当にこのブレインフィールド中はもう念力が使い放題になって、もう念力だけで敵を圧倒できる、これはもう俺のずっと俺のターンね、はい、そこでこのちょっと脳にすごい負荷がかかってるので言動がかなりね怪しくなったりします、そういう感じなんだ、そうですね、今頭を忘れてすごい辛そうですね、あ本当だ本当だ本当だ、はい、ちょっと性格変わっちゃってました面白い、危なかった、はい勝ちました、はい重ねのプレイ以上とさせていただきます、ありがとうございます、ちょっとじゃあ画面落としてください、はい、で、はいはい、せっかくですので、で今アクションのね要素いろいろ紹介させていただきましたが、はい、ね、せっかくなので、うん、ここで、うん、富澤さんにえおちょっとねコラボだ、コラボチャレンジしてもらおうかなと、今みたいなプレイで、いやほぼ初見さんですよ僕いやでも初見でも大丈夫です、初見ってことにしといてください、はい、でもね大丈夫です、あえ、はい、あなんかよく見たらこんなところにあるじゃないですか、コントローラーが出てきた、ああすいません、なんか僕のプレイがこれさっきのステージとはまた別のところ、そうですね、別の場所に飛んできてるの、でも重ね、さっきの水波川のその別の場所ですね、はい、はい、あなんかアリーナっぽいフィールドがありますけど、行っちゃってんのかな、ちょっと待って、僕このサス補給水飲んでいい、飲んでください、飲んでください、はい、じゃせっかくで私もいただきましょう、美味しいじゃんこれ、うん、まあ実際にその味かどうかは分かんないですよね、ゲームの中でね、いやここはその味ですって言っといてくれよ、はい、じゃあ行きますよ、いずれユーザーさんにも飲んでほしいですよね、グイッと補給したんで、まあ、ここ降りれそうじゃない、すだち味ですね、これすだち味、うん、すっきりとした感じの、はい、もうちょっと冷えたら美味しいと思います、はい、あら、あ、はい、なんか始まったよ、じゃあちょっとカットシーン、すごい、これ読んじゃっていいですか、はい、僕の班長でもこれぐらいのことはできる、何かいるわ、やばい、なんか来る、さすが重ね、私より早く怪異の反応を捉えたのね、止まって、こいつは重大怪異だわ、隊長、ゲンマ、目的地点に重大怪異出現、重大怪異って、過去に怪物軍を殺してしまった怪異のことですよね、え、その通りよ、来るわ、迎撃します、私たちがそっちに着くにはチャットシーン、こういう静止画と、いわゆるその映画的な動画が合わさったようなそのシームレスにつながるようなところがそのスカレットネクサスのカットシーンの特徴となってますね、うん、ここから、はい、シームレスにつながりますね、ちょあれボス戦ですか、ボス戦です、ボス戦です、すごいところ渡しましたね僕にお願いします、初見ですよ、見せてやる、いやお前でしゃばるな、俺だ、ここ共闘の場ですかね、そうですね、はい、頑張ってください、おー、ほんとだ、もうそう、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ロックオンできた、これ、あ、回避ですね、そうですね、念力で牽制しながら、まあ、たまに近づいて攻撃するという形ですね、念力は、同時押しはできるわけですね、お、今僕ジャスト回避的なものですね、さっきの説明の時よりはかなり弱体化してるわけですね、自分が、あ、そうですね、ちょっとね、バランス調整させていただきました、
ちょっとどのくらいの距離を取るべきなのか。そうですね、確かに重ねだとね、さっき中距離みたいな話が あったけど、やべえ、回復した、あったけど、ちょっと待って、回復は下押してください。下ですね、下ボタン、下ボタン、あ、これできないです今、危ない危ない、入り残し教えてなかった、回復が慣れてる、左右で、はい、切り替えで、めっちゃ油断してたら自分のパワーほとんどなくなってる。おー、あー、ちょっとね、回避を試してるんだけどうまく合わない。結構敵重いですね、一撃。ちょっと早めに回避をして。おー、いいっす、うまい。おお、おー、いいっすね、アサルトビジョン。うわー、なんか上のパーツが割れた。あー、割れた、割れた、君からですね、今チャンスですよ、サス放電を、サス放電、よいしょ、放電、そう、そうです、これで感電させることができます。あ、水濡らしたから、頭のね、頭の水槽が割れたら水浸しになるんで。なるほど、なるほど、そうすると、いいですよ、連携で放電で感電させられる、させられるのでチャンスですね。なるほど、なるほど。ウィークポイントみたいなのがやっぱあるわけなんですね。あ、今、あのね、さすの超高速使ってますけど、自分だけが早く動けてましたね。だいぶ休ませる。うわー、でも近くで見ると本当キモいですね。いかに通常攻撃とこの、うまい、あ、今ね、プロテクトビジョンって、ね、そうですね、なんかやってくれた、キャラ、仲間キャラとのね、絆を形成するとどんどんそういう技、あ、お、見せ場ですよ、見せ場ですよ、皆さん LT 聞かなかったよ。初見ですからね、初見ですから。お、おー、いいですね、やってくれ。割れたところはもちろん回復する。あ、確かにこの中距離いいな。あ、やべえ。で、お、割れない、またしびれた、勝っちゃいそうですね。もうあと4分の1割れた、割れたからの、さらに、あ、いいね、こっから割れたビジョン。お、次1400入った。そっか、時間がないところで一撃出したいときはさっきのあの仲間呼び出すみたいなやつとかも。そうですね、はい、このままいけるかな、まあ、なんか、お、重い、もうちょっと、もうちょっと、結構これ3次元戦闘慣れるの面白そうだね。危ない、あ、いいですね、距離感が今絶妙でした。危ない、これね、あの体力がね、減ってくるとね、水の玉もね、増えるんですよ。あー、なるほど、勝ちましたね、はい、ありがとうございます、はい、ここまで出させてください、ありがとうございます、すいません、はい、画面、画面